田さんが怪我がね、あったりして、ショートの構成うまくさばきました。1回転して1塁送球、好プレー。アウトだけどでもナイスバッティングじゃないですかね。そうですね、はい、抜けていてもおかしくない打球でしたね。単独全部2インコース低め空振りの三振、角度のあるストレート。今日は3番に紅林光太郎です。詰まった当たりのサードへのゴロです。モイネロも立ち上がり素晴らしいピッチング、両投手ともにキャッチャーは外角要求。少し中に入ってきてセカンド牧原大成、軽快なフットワークでした。感覚をね、はい、ここは外の変化球、チェンジアップ系のボール、ね、手が出て空振りの三振。最後は外の強い当たり、ファースト山川うまくさばきました。引っ掛けてセカンドへのゴロ、二塁に送ってフォースアウト、アウト。勝負の一球、詰まった当たりは右中間、ライト正木掴み取ってスリーアウト、ランナー二人残塁。キャッチャー外、チェンジアップ引っ掛けて三遊間、面白いところ、川瀬遠投、間に合いました。ファースト山川うまくさばきました。またもホークス好プレーが出ます。3本というセデーニョ、インコースストレート152キロ空振りの三振でした。みたいな感じだと思うんですけどね。そのチェンジアップ、ショートへのゴロです。ショートスタメンは川瀬、追い込まれてから高め空振りの三振でした。野口のカウントはボールティー、ライトライン際です。まさきは落下点に入りました。スリーアウト、5回までが終わりました。京セラドームです。初球打ち上げてショート川瀬が手を挙げています。ミスにならないですね。紅林は空振りの三振、今日6つ目の三振を思い出のが奪い取っています。これも外角要求回、手が出ました。空振りの三振、今日7つ目の三振です。先発のモイネロ6回無失点、被安打に7つの三振を奪い取っています。